日立国寺は、日立国の国師のことで、日立守、日立之助、日立大将、日立正常、日立大目、日立正目の各一人で構成された。日立国は、上佐国、上野国と共に、天朝三年以降、新能が国史を務める新能人国となり、この場合の日立守を特に、日立大使と称した。新王人国となった当初から、 新王大使は現地へ赴任しない容認だったため、国史の実務上の最高位は、日立之の助であった。養老律令の管理令が定める大国の、管理相当は守るが15以上、助が正6位下、大乗が正7位下、小乗が17位上、大目が18位上、小目が18位下である。職員令が定める大国の定員は、守るから正目まで各一人、 計六人である。ただし、後期六年には少常人、正面人と増員している。国史には含まれない、文みの大国における定員は、養老令で三人だが、演技式では五人である。他に、国博士一人、国医師一人、学生五十人、異性十人が定員として置かれた。新能人国となって、以降の日立大使の委会は、 必然的に他の国主より高くなるため、一般的に15以上程度ではなく簡易相当は、正四人したとされた。また、海洋新郎、桂原新郎、時安新郎など二品で、日立大主に任じられた例もある。平安時代中期、平国家、貞盛夫氏が日立大将となり、平野正門を鎮圧した功績で、伊津の子孫が日立大将を継承して、 在庁官人を掌握、大城氏と称したとされるが、平安時代後期の国が発給文書からは、大城の民間事実を裏付けるものは確認できない。ことから、鎌倉時代初期に、い吉の六代目の子孫にあたる馬場助元が、源頼朝から祖先にちなんだ、日立大城の地位を与えられてから、代々の世襲が成立したとする見方が出てきている。 日立大衆新能大衆は現地へ赴任しない要人で、例えば、桂原新能や時安新能のような日立大衆が、実際に認知に赴くことはないので、国司の実質的長官は、日立の助であった。天朝3年に、日立国が新能人国とされてからは、日立の助が、実質的な実務上の最高位であり、下には、 養老律令の管理令が定める大国の簡易相当の助のせい6位下ではなく15位以上であることに注意する必要がある。なお、源氏物語に登場する格有の人物に日立之の助がいる。ありがとうございます。